森保一監督が率いる日本代表は9月5日、北中米ワールドカップアジア最終予選の初戦で中国代表とホームで対戦。7対0と圧勝した。この一戦に途中出場した田中碧が6日に自身のインスタグラムを更新。炎の絵文字を添え、チームメートとピッチ上で喜ぶ写真などを公開した投稿に前田大然がコメント。もうみんな飽きてきてるってと知るす。 田中と同様に中国戦は途中出場し、1得点の前田はさらに、飽きてない人をしてとリクエスト。いいねの数は3700件を超え、田中もそれは上手すぎと返した。白星スタートを切った日本は次戦、現地10日に敵地でバーレーンと相まみえる。連勝を飾れるか。